茨城県道158号上、金沢栃原線は、茨城県久慈郡第五町内の県道である。第五町上金沢の国道461号より、分岐南下市、久慈川水系、押川支流の愛川の流れに沿って、山を登り、第五町、栃原神殿の茨城県道32号大井湖、三輪線に接続する、延長約 10km 路線。 闇溝山地の釈上山系の峠越えは、約 2.5km の普通区間となっており、上金沢側と栃原側の双方から本路線に入っても、山中で行き止まりとなり、途中の抜け道はない。栃原側は、約 1km が、通行可能区間である。茨城県道158号上、金沢栃原線第五町愛川1977年2月14日。 前身にあたる、剣道場金沢コロ富士線の一部が主要地方道へ昇格となることに伴って、路線廃止され、道路線の残存区間を新規路線として、起点を、久治郡第五町大旗城金沢、終点を、道町大旗土地原とする剣道場金沢、土地原線として認定された。後に1995年に、茨城県道の路線再編により、 整理番号158に変更されて、現在に至る。第5条愛川普通区間付近は、ダートとなっている。ありがとうございます。